はい、グッディバルーンカンパニーの金さんです。いつもありがとうございます。 Thank you everyone。 今日は、簡単にできるニモというかまあ一応ね、あの隠れクマの実を作ってみたいと思います。はい、それではやっていきましょう。じゃあ君はここにいてね。はい、使う風船は2本ですね、オレンジと白の269ですね。これを使います。まず最初に白を膨らませていきます。こうやるとね、結び方楽ですからね。裏技として片手で結べますから覚えておいてください。これこのぐらい。はい、今度はオレンジなんだけど、オレンジはね、長さがとても大切だと思うので、この17センチ残します。見える？17センチです。今日は17センチ残します。これも入れすぎかな。一応これ刺しでね、測りますね。ジャストですね、これで17センチ。でこれとこれを結んでいきます。そしたら、まずバブルを作って、ちょっと大きめのピンチツイストを2つ作ります。これね、白ね、今回の白はすごく薄いですね。スタンダードなんだけど、すごくね、芯です。薄いです、とにかく薄い。だからこうなんか見たら分かるかな、透き通ってる。ちょっとこんなことないんだけど、たまにこういうものがあるんですね、商品の中に。まあしょうがないのかもしれないけどね。はい、これはもう白ここで終わりなんで、白はカットします。これ後でまた2匹目作ったりする時取っておきますからね。キューティーもいきます。また後で心配だったらまたこれもう一回結んでもいいですからね。はい、ここから作っていきます。まず小さなピンチツイストを2ピンチツイスト2つ作ります。1、2ピンチツイスト、そしてリロループ、ちょっとちっちゃい輪を作ります。これを真ん中に持ってきて、まあ一緒にこう引っ張って回してもいいし、一回回してもいいです。こういう感じです。で、これをこっち側に持ってきます。これをこっち側に持ってきます。これと同じ長さに、大体でいいです。テンションを決めたら、ここで一つピンチツイスト、ちょっと大きめのピンチツイストをしてみます。しっかり回して、そしてスモールバブルと、もっとモアスモールバブルを2、1、2、それから2ピンチツイスト、今度リロー2ピンチツイスト、1、2、2ピンチツイスト。はい、これがここまでできましたね。はい、どうするかっていうと、今度はここに合わせていきます。これをアップ、上に上げます。上に上げたときに、上のピンチツイストに向かっていきます。上のピンチツイストに向かっていきます。で、一回引っ張りながらピンチツイストと回して、それからこれ、温度ダウン、フリーズダウン、ダウンします。フリーズダウンして、ここでこの2ピンチツイストと一緒に回します。はい、ほぼできましたね。で、最後にこれをここでくるくる回す。
じゃあ整えていきます。よいしょ。これよく。すると隠れ熊の実が2本で出来上がります。あとはプリーズドローイン、自分の好きなフェイスとか顔を描いてください。例えばこれとかだったら、まあ雰囲気だから伝わるようになんとなくこう熊の実っぽいでしょ。それとかあと自由に、例えばこういう顔にしたりとか、いろいろこう個性をつけてもいいと思います。ピッピッ。はい、それではグッディバルーンカンパニーの金さんでした。もうたくさん作りましたもん。15個ぐらい作った紹介する前に15個少ないかな。はい、それではバイバイ。2もサブスクリブルプリーズ。バイバイ、 See you。